さんも蚊を防寒してくださいね。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も余裕性なのはサソリ座のあなたです。何事も期待以上の手応えがある一日。先送りしていた課題にもチャレンジしてくださいね。ラッキーパーソンはユニークな趣味がある人です。5位の乙女座の人は悩みが解消してすっきり、シンプルなやり方で対処しましょう。7位の牡牛座の人は相手の遅刻にイライラ、焦らないでどんと構えてくださいね。続いて9位の牡羊座の人は意地を張って失敗しそう、今日は切り替えを大切にしましょう。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさい、獅子座のあなたです。ピリピリムードから口喧嘩に発展するかも、影響が長引きそうなら早めに謝ってくださいね。でも大丈夫、そんな獅子座の月を回復させるラッキーメニューはレバニラ炒めです。